明けましておめでとうございます。まあ、今年はぜひいい年であってほしいと思います。まあ、私などは個人的にはですね、もうなんか今年こそはというような言えない年になってしまいましたんで、お若い田丸さんから一言ずつ一つお願いいたします。もう開けちゃったんです ね、 そうですね。ただこう大きな、ね、抱負を語るより、もう何が起こっても世の中怖くないんだっていうぐらいの強い心で頑張りたいと思います。馬場さん。そうですね、去年の不景気を16問で吹っ飛ばして、今年もどんどん頑張りたいと思います。こんばんは、田原幸太郎です。そういうことですね、今年もあまり期待できるようなですね、年ではないと思いますけどもですね、私もまあとにかく頑張って、去年同様頑張りたいと思っております。田原さんですか。去年は大変ニュースの多い年でしたけれども、今年はどうも去年以上に大きなニュースがいっぱい起こるような感じがいたします。まあとにもかくにもそういうわけでございます。